どうもこんにちは、保護人間ノーバリーです。さあ、ということでね、今日もやっていこうか。ちょっと暑いからお茶飲もうと見せかけてですね、これはお茶じゃありません。酵素ジュースでございます。酵素ドリンクでございます。実は今断食中でございます。で、断食始めましたの動画はね、またいつだろう、金曜日かな、明日か。だからこの動画が出る明日ね、に出るということになっておりますけれども、まあ美味しいよ断食。あ、美味しいよじゃない、酵素ジュース美味しいよ。ということで今回何の動画かと言いますとですね、ムーランに口輪をつける動画でございます。金曜日じゃなかった、先週の土日にムーランを連れてね、広島に行ってきましたけれども、その時にね、あのセンター長からいただいた口輪をね、ムーランにつけていこうかなと思います。あの、なんでかっていうと、すごいね、上犬の方々、上犬オーナーの方々からね、ムーランが口輪つけてる写真とかインスタで上げたら、どうやってつけたんですかみたいな、うちの子も噛むんですけど口輪がつけられたらとかね、そういうコメントを DM が結構来てたんで、なのでちょっとそれでつけていこうかなと思います。どういう風につけるのか。で、今までだったらさ、僕こういうのね、ポチパパさんの真似してさやりながら、あの話しながら動画でやるでしょ。あのね、うまくいかんわうまくいきません。なので僕はね、僕がやってもうまくいきません。なので別撮りで、まあちょっとね、工程が2つに分かれちゃうから、めんどくさいっちゃめんどくさいんだけどまあ素人はね、そういう風にやりましょうなのでね、これからムーランにつけていこうかなと思うんですけど、エンディングもね、これから先に撮る。最後に流れるエンディングは先に撮ったやつが流れるんでなんでって思うでしょ。もううまくいった前提で話をするからまあとりあえず実践編ご覧ください。さあ、ムーランつけていこうか。あー、もう警戒モードの顔してるね、首輪とね、あのリードもね、新しくなりました。かわいいでしょムーランまあちょっとこれから口輪つけていくんだけど、これね、コツがあるんだよね。なのでちょっとやってみましょうか。実践しましょう。ちょっとカメラ置くね。喋んないとか言いながらめちゃくちゃ喋ってるわ。こんな感じで、お、うまくいった。早っ、もううまくいったわ。ちょっと待って、エンディングもね、これから先に撮る。最後に流れるエンディングは先に撮ったやつが流れるんでなんでって思うでしょ。もううまくいった前提で話をするからまあとりあえず実践編ご覧ください。ということでね、口輪がつけ終わりましたけれども、まあムーランはね、まだ口輪に慣れてないもんですから、口輪つけるとすぐこういう風になります。全然動かなくなります。まあ結構ね、そういう子いるよね。僕の昔飼ってたパピオンなんかもさ、なんだろう、なんだったかな、なんか手術したんだったと思うのよ。手術した後にエリザベスから、襟からつけた時、最初ずーっとこんな感じだった。全然動かないみたいな。で、なんか、とことことことか歩いてるとさ、こういう壁とかに当たるじゃん。で、壁とかに襟からがガンって当たるのよ。動けなくなるでしょ。そしたらそのままそこで止まんの。でもね、それがね、まあ、だんだん慣れてくると、慣れてくると、もうなんか、壁とかに当たってもグイーンって自分でね、進んでいくようになるんだけど、慣れるまではね、そういう風になるんですよ。で、今、こう、口輪に慣れるところです、ムーランは。なので、特になんか今、口輪して何かをするっていうことはしてません。ポチパパさんも言ってました。そういう風に動画で。口輪つけたら、何にもしないんですよって。しばらくはね。で、何にもされないんだってことが分かってから、いろいろ触る訓練とかそういうのをやるっていう感じになる、なっていくっていうふうに言っておっしゃってました。なのでそういう感じでやっていこうかなって思う。もうなんか、本当になんか、かわいそう。私、口はされてかわいそうって顔すんのよ、もう、ムーランさん。そうやってなんか虐待されてますみたいな顔すんの、やめてもらっていいですか？お、動いた？どうした？嫌なのそれ。嫌だよね、まあね。でも、かわいいよ、むーちゃん。むーたろ、かわいいよ。ちょっとね、もうちょっと長い時間つけておきたいので、
放置しておきます。さっきからこの場所を一歩たりとも動きません、この人どういうこと？かわいいね、ムー太郎はね。かわいいかわいい、ムーちゃんかわいいな、この画面越しに見るムーランがまたかわいいんだよ最近ね、ムーランのことね、ムータンって言っててね、ムータンが略してムタンって呼ばれてますいろいろね、名前は一つの呼び方に統一した方がいいんですよ。なので皆さんね、あまり真似はしないでくださいね。でも僕はね、ムー太郎とかムーちゃんとかムタンとかね、いろいろな呼び方をしてますさあ、ムーちゃん、ムーちゃん、もう取ろっか。これもう一歩も動かねえんだもん、この人一歩も動かないから取るよ。じゃあ、よいしょ、あれ取れない、取れない、ちょっと待って。ああ取れた、はい取れたよ。はい、ムランお疲れ、ムタンお疲れ、ムタンお疲れ、よく頑張ったね、ムーちゃん。逃げた逃げた宿に逃げた、宿狩りムーランが逃げたそれじゃあムーランこれから頑張ろうね。ねえムーちゃん。あ、そうそうそう。先にそうだ、今日はエンディング撮ってるから。ね。ムーランはこれぐらいかな。まあまあまあ、こんな感じでね、僕いつも、ムーランには口輪をしてます。いつもっていうかね、口輪をするようにしてます。やっぱね、犬ってね、こう高いところにこうやられると、何?怖いからあんまりこう動かなくなるんですよ。で、ムーランもね、この前、広島で思ったわ、それ。シャンプーした後に、乾かす台みたいなところに置いといたら、結構高い、トリミングとかさ、する台って高いじゃん?だから、ムーラン多分怖くて、って動かなくなってたのよ。もう、ムーちゃん、口はずっとつけとくか、お前。口はずっとつけとこうか、ムー太郎。ね。かわいいね、ムーちゃん。だから、そっから着想を得てね、僕はね、抱っこして、口をつけるっていうのをやってます。そうするとね、うまくいくんですよ。なので、皆さんもね、ちょっとやってみて、やってみてください。結構さ、そもそも抱っこできないよとかっていう人もいると思うんだけど。まあ、そこはね、頑張っていただいて。やっぱ、ポチパパさん式だとなかなかうまくいかなかったな、僕はね。まあ、僕のレベルが低いので、しょうがないんですけど。まあ、これが、なんだろうね、これも良かったのかもね、ムーランには。もう一個のさ、こういう口はあるじゃん。あれだとさ、すんごい怖がるんだよね。これはね、そんなに怖がらないっていうのも一個いい要因じゃないかなって思いました。ということでね、こんな感じでムーランの里親募集のためにね、これからどんどん噛まない犬にしていこうということで口輪も始めました。なので、もしね、ムーランのこと気になった方は概要欄のみなしご救援隊犬猫譲渡センターさんにご連絡ください。で、あと、もし僕のことを応援していただける方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。最後に酵素ジュース全部飲んじゃう。あー美味しい。そういえばムーランと神社に毎朝お参りに行くのと社会貢献始めような。またあれ、ムーランって社会貢献してたっけ？どうだったっけ？くるみさんだけか社会貢献してたの。くるみさんとあと誰かも巻き添えにされてたな。ムーラン社会貢献したことないっけ、お前。そうだっけ。じゃあムーラン社会貢献しようか、これからね。ね、徳を積んで新しい飼い主探そう。